またねご紹介してればと思います。さあ、笛が吹かれまして前半の30分がスタートいたしました。ウィング、そして三原がボールを持っている。そして平田が打つ、右を抜けた。ここは前の試合に続いて小山から上地、そして樋口、樋口から、勝手に決めた。うまく抜けていきました樋口、ね、山川ヘッドコーチも言ってましたが、ボールを手放した。しかしつながって中山決めた。ここは相手のミスを見逃しませんでした。そこを警戒する、戻る、しかしつながる、決めた。最後は6番の箱崎、左サイドから20番の樋口、そして植地がシュート決めた。足元かなり狭いところ決めました。戻るダートヒーダー、そして三原ボールを持ってカットイン、うまく相手の動きを見ていました。ここで大手ベテランが出てくる、ここでしかしそのベテランの技が出ました。5番の田中峰子、樋口から、さあ藤岡、そして樋口流れて決めた、右サイド、さらにつなげて浅と心だ、止めた、斉藤が止めました。樋口がボールを持つ、樋口をボール持って中山から、中山自分で行った、決めた、自分で行きました、ザ・テラスホテルザ・ラティーダ。そして5番の田中から20番平田、そして田中峰子、自分で打ってきて、これでなんと3得点目。だから田中峰子、ここ正面から止める。さあロングフィードは江藤、決めた、これはつながった、田口のロングスローから江藤、立ちはだかっている。そしてこちらには田口がいるが、ここはどうだ、箱崎のシュート決まった。箱崎ノアのシュート。さあプレーが再開されました。植地、そして藤岡、決めた、大きな体を倒すようにして決めました。テラスが非常に優位になります。あ、ここで坂本が出てきました。ガーッと慎重に決めた坂本、決まります。一方の大阪ラビッツは、さあ真ん中に10番の川崎、ディフェンスをどうこじ開けてくるか。大阪ラビッツ、ポストにつなげて決めた。ここはうまくつなげてきました、15番の上田。もう22番の上地から、ここで樋口がうまく抜けた、スピードのあるシュート決めた。ボールは、まだテラスホテルズボール、上地につながって上地がシュートを打った、決めた。厳しい体勢だったんですが決めました、右サイド。平田、三原、そして左のウィングがシュートを打つ、決めた、左から決めました。ここで柳田、そこには行った、止めた、止めました。21番の奥山のシュートを止めました。田口も渡ってきた、そして上地にボールを送る、その上地が持ち込んでナイスシュート、上地が連続得点ですので、はい、もうお互いユニフォームも濡れてると思いますので。なるほどね。三原直接行った、自分で行きました三原、これ決まりました。決まってないですか、はい、さあ一方藤岡だ、大きな体、ディスタンスから打ってくる。玉木さんのお話、はい、関西から三原、そしてワンタッチでウイングからシュート決めました。最後は6番の箱崎が、まあ、この辺あまり慌てるなという指示も出たんでしょうか。中山だって、これはどうだ、入ってない。さあこれも斉藤がナイスセーブです。ここで田中いるぞ、正面から打ってくる、拾って、これはシュート決めたのは川崎、20点目を取ったのは大阪ラビッツ。この数的優位をとにかく生かしてシュートまで1回上決めた、同点20対20。ここで三原、田中サイドにして奥山、決まった、左サイド、奥山のシュートが決まりました、21点目。13番の藤岡、そしてサイドに振ってガンユンティン、これも止めました斉藤、回り込む、手が上がりましたよ。さあパッシブに入って、右サイド決めた、ここはナイスシュート、そして自分で行く、
ここは田口がセーブをするが、残り2秒、ここでホーンが鳴りました。22対20、大阪ラビッツが今シーズンの初勝利を手にしました。次のゲームが直近で7月30日、来週土曜日、三重バイオレットアイリス戦、アウェー戦ですけど、まずは監督一言お願いします。そうですね、今日のラビッツも19番の三原選手の個人技がかなり向こうのチームを勢いづけていたんですけど、三重はバックプレーヤー全体的に勢いがある選手が多いので、それをやっぱり我々はしっかり弾き返して、我々のペースでゲームを運んでいきたいなというふうに思います。さあ、そして中山キャプテン、一言次のゲームに向けて意気込みお願いします。やっぱ勝ちに行くつもりでしっかり次戦に向けて、今日出た修正をしっかりして戦っていきたいと思います。さあ、ということで引き続き、リーグ戦ですね、この後続いていきます。どうぞ皆様、会場の皆様、そして映像をご覧の皆様も、東長浜修作監督のコメントがありました。